どうも皆さん、こんにちは、ミネットです。さあ、というわけで今回はですね、半月ぐらい前かな、任天堂東京さんの方で、オンラインショップで、注文したんですけど、その商品が届きましたので、そちらを紹介していきたいなと思います。まずはですね、こちら、ボールペンですね。任天堂東京さんって面白くって、動物の森と表記されています。こちら、注文した商品ですね。動物の森が1個。届きました。こちらボールペンです。可愛くないですか。ここにしずえさんが写ってるんですよね。注文して届いたやつが1個と、あとこちらですね、ウォールマグデミタという商品があるんですけど、こちら1個届きました。しずえさんが写っているやつなんですけど、可愛くない。これしずえさんが写ってる動物の森って書いてあります。で、こちらまでが今まであった任天堂東京さんの商品なんですけど、もう1個なんとですね、集まれ動物の森の任天堂東京さんの商品も出てきたということで、こちらですね、上がね、つぶきち、まめきちが写っていて、下がたぬきちが写っている商品なんですけど、こちらがもう一個届きました。お弁当ボックスですね、ランチボックス2段重ねのやつになっております。そしてね、最後これなんかめちゃくちゃ欲しくって購入したんですけど、むしろなんかこれのために買ったまであるんですけど、保冷バッグですね。なんか旅行とかちょっとプチ旅行とか行くときにこれ便利だなと思って、これ可愛くない？保冷バッグ、ひんやり冷たい感じなんですけど、これが届きました。ただね、任天堂東京さんで商品を注文するときにちょっとね、ここ注意ポイントだなという点がたくさんっていうか、まあ一つだけなんですけど、それがありますので、そちらも一緒に商品と見ていけたらなと思います。どうぞ。よし、ではですね、早速任天堂東京さんのグッズを紹介していこうかなと思うんですけど、実はね、任天堂東京さんの商品って2種類あって、この任天堂東京動物の森、なんかローマ字で書いてある方と、あと任天堂東京の集まれ動物の森、最近出てきたやつですね。こちらの2種類があるんですけど、任天堂東京さんの動物の森はどっちかっていうと白をベースに作られている商品が多くって、そして集まれ動物の森の方は緑をちょっとベースに作られているものが多いんですけど、まあ、これのね、中でなんで商品を選んだのかっていうと、これですね、ウォールマグネミタ、こちらの商品と、あともう一つが一番下にあるミニペン。本当は俺こっちをね買う予定だったんですよ。この10月末日までのお届けの方、これを買う予定だったんですけど、一定額を購入すると送料が無料になるんだけど、この10月末日までにお届けの商品とそれが書いてない商品って一緒のカートに入れることってできないんですよね。で、多分俺今10月末日までのやつを入れてるんですけど、それ以外の例えばストッカーの賞とかをカートに追加するってなったら、これですね、同時に注文できない組み合わせです。発売日の違う予約商品および予約商品と発売済み商品は同時に注文することができません。恐れ入りますが個別に注文してください。で、あと2200円で送料が無料になりますって載っていて、今俺のカートの中に入っているのがこのポケトルの動物の森の A のやつと、あとホーロー風マグカップ、これ買おうかなって思ってるやつなんですけど、だからこれ以外のウォールマグデミタとかこういうのはもう一緒に注文できないので、ご注意いただければなと思います。これ普通に良くないですか。キャニスターの中とか台とか、ここら辺のやつも多分注文俺しようと思ってるんですよね。このランチボックスとかも、これも一応カートに入れておきます。1個商品が追加されました。これだったらね、普通に注文できて、そして今のこの合計の金額だったら送料は無料になるんじゃないかなと。多分5000円ぐらいなのかな。多分そこら辺の額で送料が無料になります。スマホケースとかもな、欲しいっちゃ欲しいんですけど、一応俺8なんですよね。で、8だったら今買った場合次買うってなるともう1個別のやつ購入しないとダメになっちゃうからな。これ 876S6 対応で、まあ、これをね買うってなってくるともう一個購入しないとダメだから、まあ、次ね iPhone を買えるときにこちら購入できたらなという感じです。で、集まる動物の森の方は緑をベースに作られていて、このスープジャーとかどんどんね追加されていってるんですよ。2020年8月6日にスープジャーやボトルホルダーなどの商品を追加しましたって出てきてて、これか、これが8月6日に追加されて、で、購入したのがこれですね、保冷ポーチとあと保存容器2個セット、これ1760円で2860円で、あとはね、
あ、これ売り切れてる M と L。 まあでも T シャツな、欲しいんですけど、なかなか使い道難しくないですか？ T シャツって、なんか買う前って T シャツめちゃくちゃ欲しいなって思って買うんですけど、実際なんか押し入れとかタンスの中に埋もれてしまってみたいなことが多いから、なんかこれどうするか悩んでるんですよね。そしてハット、これね、裏表違う色なんですよ。これもちょっと欲しいなって思ってて、次買うとしたらって思ってるんですけど、10月末日と分けて買わないとダメだから、これもな、正直難しいところなんですよね。このポケトルとかね、普通に欲しいから、あとランチボックス、次はここら辺を購入できたらなと思います。というわけでですね、今回は任天堂東京さんの方で購入した商品の紹介と、ぜひぜひね、任天堂東京まだ行けてないんだけどグッズが欲しいという方はね、オンライン販売されるようになりましたので、こちらの任天堂東京さんの公式サイトを覗いてみてはいかがでしょうか。というわけで今回はこの辺でおっときましょう。じゃあな。